さあ準決勝第1試合、俺と清と悟チーム対、8位プレチナ、ユートタを生んでる、最初に出てくるのは、悟対タオカガ、タオカガじゃねえ、ユート、ラグナー対タオカガ、この組み合わせどうなってるのか。さっきのラウンドは、悟、さっきの1回戦は悟が3突してくれたということで、これ勢いのまま頑張っていただきたいところ。悟は、なんか最近髪切ったらしくて、なんかリヴァイ兵長みたいになってるんですけど、さあ死神の釜は当たらないが、これはさあサトルうまいこと試合を作っていたんですが、ここで 6C ぶち込まれてしまう。うわあ、ゴービーが強いからのブロッサイズ下手くそ。さあここから流れは変わる予感がするが、冷静にタッチパンで暴れまくったって言っても1回しか当たってないけど、サトルがまず1本、これはいい感じですね。第2のドア見ていきましょう。開幕ジャンエタイク、ここら辺の反応がすごいいいんですよね。サトルはやっぱり多分これはあの彼のあの血の濃さがあれですよね、きっと作用してるんですよ。まあ彼ハーフなんですけど、あの彼が確かに来てもう3年ぐらい経つんで、もうそろそろ言っちゃっていいかなと思うんですけど、サトル君は実はハーフでして、あのちょっとあの日本人じゃ無理だろうっていう対空を結構してくるんで、まあ、ちなみにさっきあの彼伊達メガネかけてたんですけど、あの IT 企業に勤めてるインド人にしか見えなくてやばかったんですけど、さあ喧嘩勝利から落として、こっから何か起こせるか、踏んでフェルズ落として走って、おお今の猫歩き素晴らしい、これは対策でしょう。しかしこのジャイアタイクがサトルはすごい上手いんですよ、重ね。さあ突っ込んできた、これは普通にこぼせば田岡がは残る。さあ猫りの保証ダメージの低下が悔やまれる。しかしどっかでこれは閉じるとバーストは使わされそうだが、最後はスカシゲタンでフィニッシュ、ユートが取り返してのファイナルラウンド。まさ圧倒的に田岡が有利ですね。さあ開幕捕まえたのは田岡、しかしタッシュパタイムがさえ渡れ、命を刈り取る形をしているだろう。着地硬直がすごい、さあ挑発絡めて、これは前提が通る。中央での攻めき合い、うまいことしのいで、しかし田岡の空対空、やはりここも強力。サトルうまいことしのいで画面中央戻っていきたいところ、冷静よく見ている、これがハーフのバレーですよ。サトルは上見んのうまいですからね、ハーデス、ユートはハーデスは通しませんね。ジャイアン指導、これは安くは済むが画面端めんどくさいことには変わりはない。タッチが通る、ガトレターデス、タッチにインフェルノリバイダー、これ多分サトルが安いんじゃなくて、ジャンプ攻撃の補正が下がってるから安く感じるだけな気がしてならないんですよ。さあ館長、これラップキャンしたが小森はつなげられず、状況ほぼ五分で、おーすげえところに 6C が置いてあって、リーチはかかっている、この状況さあどうする。さあ突っ込んできた、どうだろうか、まだ殺せないが時間を使えばもう安牌か。さあうまいこと逃げ切りましたね、サトルの負け、ユートの勝利。玉見てカード、はい、さあ続いての試合は、うちらの時報ですね。さすがに田岡に2位は出せないということで、竹山さんが名乗りを挙げてくれたんですけど、竹山さんの名乗り久しぶりに見ますね。名前の出戻り8段って、これあ、これ段ですか、あ、軍、あ、軍だった、やべ、8軍ってブルーレボの時のあれなんですかね。いや懐かしいネームで、強気にいってほしいです。さあ強気に D で崩して、しかしコンバできない、田岡のターンになって画面端、さあ安いが、さあ竹山さん最近これが結構竹山さんのトレンドみたいな感じで、だって強いんだもんと本人も言ってます。
さあ下段が刺さってラピキャンからコンボを伸ばして、これはおそらく死ぬでしょう。タドカカなら多分、はい死んだ。いやちょっとヒヤッとしましたけど殺しきって、さあ先にリーチをかけていったのは竹山さん。さあちょっと上手いタッチタイク、タッチを置いていたがタドカカのターンになっている。さあ運び込んで、さあ今作も相変わらず運び能力は健在といったところ、さあうまく拾って画面端、はい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 と、さあ起きね安いが、しかし切り返しに乏しい、乏しいか分かんないけどノエルはなすすべがないといったところ。さあ固めが、さあしかしこれがあるですか、隙も見たこれ。さあラッキャンから美味しいしゃがみくらい、しかしコンボできない。ちょっとよくわからない、実況できないけど何かがあって、なんかわからない、竹山さんが押してる気がする。バースト吐いて、さあ美味しい、これはさすがに殺しきれないでしょう。投げバッテンついて、さあ最終ラウンドに押せる込む。さあ竹山さん3回くらいなんか勝ち確逃してみたいなギャラリーがざわめいてるんですが、さあ中段は冷静にユートが立っているが、こっちの中段は見えない。打ち上げて置き止め、さあダッシュ投げを通して一気に竹山さんのターンに持っていく。さあタドカカもう残り体力半分もないが、ここでユートのターン、これはひょっとして画面端まで運ぶの、さすがに無理か。さあ D で押し潰そうと竹山さんが奮起している。うまい、これを狙っていったんだとしたらさすがにすごいが、コンボには繋がらず。さあ 4D が強い、勝ったのは竹山さん。さあ相手の時報は、山木、山木、カンコレの山木ですね。あ、山城、あ、すみません、僕カンコレやってないんでちょっと分からなかったんですけど、さあ先ほどはなんか段位を気にしてカードを使わなかったウンデル有利で、しかも段位が低い相手にはしっかりとカードを使って入ってきます。さあ引き寄せてコパン当てて置き攻め、じゃんけんで山ウンデルが勝つ。さあいつものノリテイガーのジリジリとした差し回り。さあテイガーはプレッシャーをかける、ノエルは早く呪力が切れてほしいといったところだが、何かを刺さってスパークゴールデンにつながっていつもの空間、しかしミス。さあウンデルなかなか白いですね。さあ 6A はしっかりガード、なんかノエルの 6A ってジャンキャンできましたっけ。さあうまい、 2B のスカリにゴリを差し返している。さあまず一本選手は山城ウンデル。さあ、あ、山城テイガーか。さあしっかり体育見ている、ノエル使いはここぞといったところは時には体育を見ているという竹山三段なんですが、うまくそれを実行してますね。さあ 2D、 なんかあの 2D 硬直が減ったみたいな、ラグナで戦ってて、よく前は飛べばジャンシー確定みたいなところでもなんかガードされてて、しかも折れたところに A ドラが置いてあるみたいな、よく山木がやってくるんですけど、あ、山城。さあジャンディが強い、さあお互い技がすかる距離に。さあウンデルは最近本当にタッチスパークボルトとかゴビータッチスパークボルトとかすごい上手いですね。さあしっかり上を見ていて 2C で、しかしコンボには至らず。いや、コンボ受けている竹山さんが一番下手くそって叫んでるんですけど。さあ飛び込んでいった竹山さん、さあ入れっぱしてしまったが、しゃがみくらいしてしまって、さあ竹山さん曰くノエル使いはなんか前ハイジャンプ C があの空中テイクリオルバーブラストに化ける呪いに一生かかり続けなきゃいけないみたいなことを言ってて、まあ、頑張ってほしいですね。まあ、残り時間的にもウンデル攻めたいところ。さあこれはウンデルタイムか。さあ勝ってしまったのは、え、あ、全然やべえ、竹山さんだったらゲージあんの。
はい、竹山さんが取り返して最終ラウンド。さあ、ティーガーの周りを飛び回る。ジャンディはしっかりとがめて起きてね。さあ、エードロを先出し、さあ、なんかアトラクションみたいな感じでなって、中段は食らってしまう。さあ、上はしっかり見ている。距離を取って、磁力が切れて、最後はウンデルが冷静だった。ジェネを決めて、おそらく残らないでしょう。勝ったのは山城ウンデル。